もういくつ寝るとクリスマス、クリスマスにはタコあげてコマを回す。ケンタ店長です。どうもケンタ店長でございます。本日はですね24日、12月24日ですね、クリスマスイブだかクリスマスだかイブかイブですね、前夜祭ですね。皆さんどうお過ごしでしょうか、クリスマスイブね。クリスマスイブ、クリスマスといえばね、全国のカップル、恋人、セックスフレンドたちがですね、全国のですね、日本中のホテルを揺らす日でございます。はい、僕の妹もね、彼氏の家に遊びに行きました。はい、アパートを揺らしにですね、出かけましたよ。はい、僕はですか、はい、今ね、しか仕事終わりですね、公園でトレーニングをしてきましたよ、クリスマスイブに。はい、うんね、楽しかったよ。クリスマスだろうがなんだろうがね、トレーニーにはね関係ないからね。はい、懸垂100回、ディップス200回やってきました。はいね、あと軽くスクワットと、ダッシュとね、あの鉄棒に足引っ掛けて腹筋をやってきました。クリスマス楽しくねえか、みんな一人ぼっちのクリスマス過ごしてるみんないるか、動画見てるみんな、クリスマス一人ぼっち過ごしてるやついるな。一人じゃないぜ、俺もいるぜ。みんな一人じゃないぜ、俺もいるし、こいつもいるぜ、こいつもほらこいつもいるぜ、ほら何笑ってんねんお前は、黙れほらね。クリスマスだからってね、一人だろうがね、みんな落ち込むことないよ。俺も一人さ、一人でこれからケーキを食べるさね。噛んだ、ケーキを食べるさ。チキンはね、昨日一人でね、ジム行く前にね、あのファミリーマートでね、照り焼きチキン2つ食いましたんでね。なんかね、ママチャリ乗ってきたお母さんがね、すごい不思議そうに見てましたよ。室外機、ファミマの近くの、近くというか、ファミマの敷地内の隅っこの方にある外の室外機の前で、こうやって、壁側向いて一人でもしゃもしゃ、恥ずかしいから壁の方向いて一人でチキンもしゃもしゃ食って、気配感じたから振ってみたらね、変なお母さんみたいな人がね、で、こうやって、めっちゃ変なやつ見ちゃったみたいな顔してね、変なやつじゃねえよ、この野郎、タンパク質補給してんだ、おい、なめんな。そうでね、まあ別に特になんともない動画なんだけど、本当はね今日いっぱい話したい動画あったんだけど、今日クリスマスだからあんまり暗い話もしたくないしね、くだらん話もしたくないから、まあクリスマスね、俺も一人で遊んでるぜっていうのね、ただね、なんとなくクリスマスっぽい動画撮りたかっただけで、そうこれちょっと赤いしクリスマスっぽいでしょメリークリスマスっていう感じじゃないですかこれ。そうでもないか、うん、だからちょっといつもとアングルまた変えてみたんですけど、あ、そうでね、ささやかながらね、僕一人なんで、そうクリスマスプレゼントをね、自分に買ってみたんですね。はい。まあもうここね、去年も結局クリスマス前に別れてしまったんで、もうここ同棲が終わってから、だから4、5年クリスマス一人だね。一人っていうか、まあ去年も一昨年も後輩とか地元の友達とかで飲んでたんだけど、クリスマスかクリスマスイブがどっちかは遊びに行こうと決めてんだけど、大抵片方の日は一人なんですよ。もう4、5年一人。うん。一人っきりです。一人ぼっち。クリぼっちってやつね。クリぼっち。クリぼっちってなんか、卑猥じゃない？クリぼっちってなんかちょっとごめん、欲求不満でちょっとおかしになってるね俺クリぼっちってちょっとやだよね、なんかね、クリぼっちちょっと危なっかしいな。あ、そういえば知ってる？今回、今年っていうか今流行語大賞まんじらしいよ。意味わかる？まんじってなんかちょっとなんか写真とか撮るときに、はいまんじみたいな感じでやるらしいよ。はいまんじみたいなね。あとちょっとあの人まんじじゃないみたいな、ちょっとやんちゃしてる人のことをなんかね、あの人マジまんじじゃないみたいな。あとなんか楽しい時とかテンション上がった時にマジマンジーとか言うらしいよ。意味わからんけどもいいね、なんかバカっぽくていいね、うん、マジマンジーね、いいね、マジマンジーね、噛んだら大変なことなんぞ、おい気をつけろマジマンジーな、これ噛んで言い間違えたらもう大変なことなんぞお前、誤字脱字気をつけろマンジーはな、マンがつく言葉気をつけろよお前、過激だな女子高生、笑え。よしでね、ささやかだからクリスマスプレゼント買ったの、ゾゾタウンでー、これでゾゾタウンで買いました洋服をですね、自分に
クリスマスプレゼント買いました。ちゅうのもね、まあ本当にささやかなクリスマスプレゼントというか、まあなんとらしに、せっかくだからちょっと自分に買おうと思ってクリスマスに届くように買ったんですよ。ゾゾタウンで。ゾゾタウンすごいですね。ゾゾタウンが出てからね、日本のねファッション業界っていうかね、そのファッションのあり方がね変わりました、劇的に。うん、ゾゾタウンは本当に画期的、素晴らしいね。これ通販サイトゾゾタウン、ぜひさ使ってください皆さん。ゾゾタウン、俺もゾゾタウン推しです。もうヘビーユーザーですから。そう、やっぱりね、渋谷だ原宿だね、そっちの方、代官山だとかね、そっちの方に服を買いに行くのってね、そんな年がら年中行けないんですよ、やっぱり忙しいから。でそんな近くもないしね、うちから渋谷まで俺だって40分か1時間ぐらいかかるから、そんなね年がら年中行ってらんないんですよ。前は渋谷で働いてたから帰りがけにとかね、仕事しながら服買ったりとかできたけど、今そうもいかないからさ、やっぱりどうしてもね服買いたいなと思ってもなかなか行けない時が結構あるんですよね。だからね、そんな時やっぱりね、ネットショッピングに頼ってしまうんですね。うん、でここのこのゾゾタウンですよ、これが画期的ですね本当に。うん、見やすいし、うん、いろいろ品揃えもいいし、でびっくりすることにね、その直営店、例えば昔で言うと俺がまだ B-boy だった頃っていうか、結構ストリート系だった時にビリオネアボーイズクラブっていう服結構買ったんだけど、あの2号だっけ忘れた、2号とファレルか、まあ、まあなんかで、まあ、とりあえずビリオニアンボーイズクラブっていうブランド、まあ、みんな知ってるでしょ、いろんなライン出してるね、ファッション、アイスクリームだったりね、ちょっと今ないかもしれないけど、スペースビーチだったりね、いろいろ、まあいろんなファッション出してる、まあ、ビリオニアンボーイズクラブ、まあ、BBC BBC 好きだったのね。で BBC の店がまあ原宿であったんだけども、あのね、お店でやってるセールと同じ時期にね、もうセール始まってるの、ゾゾタウンで。びっくりするよ、同じ値段だからね。下手するとアディダスオリジナルス、アディダスのファッションラインのブランドなんだけど、機能性とねファッション性を兼ね揃えたアディダスオリジナルスって結構俺好きなんですけど、そう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 、動きやすいしね。あれお店よりか早くたまにセールやってる時あるからね、直営店とかもうその普通にびっくりするよね、ガーンで。俺聞いたんですよそれ、スタッフにね。でまあそんな話もできない、とにかく買ったのよ。開けるぜー、俺最近めっちゃ低価格志向でさ、 T シャツとかもさ、昔はさ1万円とかさ、あの T シャツとか結構買ってたの、7、8000のね T シャツだったりとか、1万円する T シャツだったりとか買ってたんだけど、最近もう低価格志向でもう5000円の T シャツが高く感じちゃうもんね今ね。うん、ファストファッションがね今ね結構まあなんていうの、まあ浸透してきたでしょう。そのザラだったり、まあ、ザラはちょっと若干ファストファッションの中でも高めだけど、まあ H&M だったりとかね、フォーエバーだったりとか、いろんなねベルシカだったりとか、いろんなファストファッションが結構日本で浸透してきて、俺も結構買うんすよ。そうしたらさ、金銭感覚がどんどん低下してって、もうね高く感じちゃうの、5000の T シャツとか。だから最近ゾゾタウンのセールで出てる T シャツばっか買ってます。はい、で T シャツ俺すごい好きで、 T シャツはもう消耗品ね、いつぞやの若槻千夏じゃないですけど、麻婆豆腐は飲み物ですみたいなね感覚で、俺 T シャツはもう飲み物ですみたいな感覚なんで、消耗品というわけで T シャツすげえ飾るんですよ俺部屋に。あのね、あそこにクローゼットがあるんだけど、あそこクローゼット全体がもう T シャツになってるの、多分 4,50 枚くらい常時ストックはしてます。 T シャツは同じカラーでもね、白でもやっぱりプリントがね、ポップなね、例えば赤とかね青とかのプリントが入ってるやつだとちょっとポップになっちゃうんでね、シックな感じの服装に合わせにくいしね。無地の白い T シャツも何枚かあるけど、まあ無地だと今度つまらんしっていう時になった時に、やっぱりね白にグレーのね、ホワイトベースにグレープリントはね手強いですね。シックな時とかも結構いろんなシーンで使えるんで、そう、というわけで今回はね、白にグレーの印刷が入った、だいたい白、黒、灰色のこの3トーンでまとまった T シャツを2枚ちょっと買いました。もともとあるんだけど、ちょっと落ち着いた時の格好にしたいなっていう時にちょっとね、ちょっと着てみます。これはどこのだ、ミスターオリーブプロダクトオブジャパン、いいね、定価6800円、このセールだったから安かったよ。なんか今日腹痛い、お腹痛い、めっちゃ腹痛い、なんかね、笑そう、笑え笑え、もっと笑え、笑えないよ、笑えない。これ買った、これ
ちょっとまあシンプルだから合わせやすいでしょ。ちょっと身幅と肩幅がでかいのがね難点なの。これスモール、これでスモールだからね。着てみます。なんでそんな身幅と肩幅でかいの買ったのって思うかもしれないけども、俺さあれなんだよ、あのボディビルっていうかウェイトトレーニングやってるから、肩幅とかさ今日あの脅威っていうかなんていうのあれがあってさ、普通の T シャツだとこの通りですよ。腕見てください、これ普通の T シャツですからねもうノースリーブになっちゃうからね、これこのままだと。はいね、こんな感じで。だからあんまりね小さい T シャツとかだとね、日本のサイズだとねこうなっちゃうの、わかるなんでちょっと大きめのね買わないといけないんですよ。でそれで独特の悩みなんだけど、L サイズとか買うと俺身長が小さいから、肩幅だと L なんだけど、あの身長が小さいから L 買うとさ着丈がめっちゃ長くて超不格好なことになっちゃうから、相当オーバーサイズもない限り、だから結構ねサイズで困るんですよ。あれ今日でかない、めっちゃパンプしてない、やっぱ公園通れて懸垂ディップスやべえなね。懸垂はねやっぱ100回やるとねなかなかパンプするよ、いろいろね。うん、なんで大曲こんなパンプしてんだよ懸垂でね。うん、聞かせるとこ間違ってるね。懸垂はねやっぱね30、20、20、これでかくね、切れるけどでかない、でかい、でかくない、ちょっとでかいよこれ、ゆったりしすぎだなこれ、失敗だサイズ感がズボン、あーもう少しでも太いズボンだったらありかな、それともこれ逆にこれあーこれちょっとストリート系チックに着んと無理かもしれんな、サンタ帽みたいな感じ。あ、まあまあまあ、どう、あり、これありかな、ちょっとでもでかいよね、これゆったりしすぎてここめっちゃ長いし、ちょっとでかいな、失敗、この T シャツは失敗。でも合わせ方によってはいけっかな、ありかな、でかい、でもでかいな、ストリート系だなこれ。じゃあ薄いズボンとかちょっと合わせてみよっか。なんなんこの動画、なんなんこの動画、誰得これ、え、生着替え今更だよな、パンツの動画いっぱい撮ってるからね。ダメージデニムシャツは M3、 ダメージデニム、前すぎ買いすぎな服、高いものをハサミで切っちゃったりするけど、ウォー、頭は金持ち、見た目は貧乏、アンディ・ウォーホルみたいな信仰の人もいるよ、俺もそうだし俺の友達もそう。うるさいわ、この色だったらいいんじゃん、ちょっと太めの感じなんだけど、これだったらちょっとまあいいんじゃん、ちょっとゆったりめのラフな感じの。でもでけえな、袖折ろうか、それかちょっとこれリメイクしてもらおうかな、袖詰めてもらって。でも T シャツのリメイクってさ高いんだよね、実はジーンズのリメイクよりか、あの T シャツのリメイクの方が高いんですよ、倍ぐらいするんじゃん。俺結構何回か竹詰めに行ったっけさ、 T シャツのリメイクって割かしすんだよね。でもそれしちゃったらさ、これ6800円の T シャツでさリメイクしちゃったらさ結局1万円超えちゃうもんね。ちょっとでもこれ変わるよね、袖をここちょっとね折るだけでも印象変わりますもんね。
袖折りだな、この T シャツは袖折りだ、袖折りで使おう。いいんじゃん、こんな感じで、ありあり。買いすぎ買いすぎな服これは夏だな、こんな感じで、これでいてよ、ちょっとストレートな感じ、ラフな感じで、うん、こんな感じ、こんな感じ。サングラスある？いいんじゃん？いくねえな。まあこんな感じだな。これはこのズボンにしよう。はい。次。次！サイズを間違えて困っちゃってる人がいるんですよ。なーに？やっちまったなぁ。男は黙って L。 男は黙って L。 次これだ。あれこれ今着てたやつだ。あれあれ、もう一枚どこ行った？もう一枚。今日クリスマスでテンション高いぞ、一人だけど。あれあれ、もう一枚買ったってやつもあった。これはね、安かったよ。ナノユニバースですね。3500円、安ない？でこぼこな道で転んでも立ち上がり、自分の肌傷つけて入れる入れ墨、牛を指刺されてあの人気違い扱いされた日々、何も気にしてないビッチ。ああし、真面目はバカ。やべえ、これ後ろのプリント見ないで買っちゃった。やべえ、バックプリント入ってる。これ失敗、下手こいた。いや俺これさ、このプリントだけで買ったのよ。これ可愛くない？ちょっとなんか日本のさ、スタジャンに乗ってるタイガーみたいな感じだけど、これアラスカの白クマなんですよ。後ろ見たらこれバックプリント入ってる、アラスカ。悪くないけど、これもちょっとポップになっちゃったな。しかも赤字だ、赤で書いてある。わー、これ手前のこのプリントだけで買ったのに。ちょっと着てみよう。失敗だー、また後ろ見えて買っちゃったよこれ。サイズはわりかしいいね。あ、まあでもまあありか、かわいいか。いいんじゃん。ちょっとでもこのプリントだと下のこれだと合わないね。さっきのだとわりかしいけど、これ下ズボンダメだな。ダーリン、言うどこより結果問われるどこ NO と言えぬ人が多い。あ、好き。汚いやり方より綺麗なやり方。やめようやめよう。ああ、どうでもいい髪の毛みたれ、バケボンドみたい。これは黒の方がいいな。 Let's get dirty。 なり振り構わず俺。できました、黒です。どうです、黒の方がいいよね。行くない、黒だな。これはハットでもいけるんちゃう。部屋汚いんじゃない、ほこりだらけ、部屋が汚い。これはハットでもいけるね。黒、灰色、黒ね、いいんじゃない、悪くない悪くないね、悪くないですよね。ありありありね。オッケーオッケー、こんな感じで自分に。あ、靴も買ったわ、グローバルワーク、安いね。白い靴、俺白い靴すぐ汚してまうんで、黒も白い靴も消耗品と思って安い靴買ってるよ。グローバルワーク、これフェイクレザーの普通の、本当に普通の白いスニーカー、
俺白いスニーカー大好きなんで、もう常に4足ぐらいは家にストックしてます。すぐ汚れちゃうんでね。そうそうそう、あんまり高い靴は最近買わんようにしてる、うん、1個でも高い靴あってもいいよね。でもね、高い靴買うだったらね、ブーツとか、ブーツっていうか、ブーツ、なんだろうね、例えばね、ゴールデングース、なんだっけ、ゴールデングースデラックスデザインだっけ、あれいいよ。履けば履くほどね、なんていうか、深みが増すっていうか、あれはね、汚れても全然いい感じ。使うタイミングおかしいな、これな。あ、待って、20分動画撮ってる。メリークリスマス!サンタが街にやってくるよ!ね、みんな、誰にでもクリスマスは、一人でも訪れんだよ。ね、たぬきの餅をでこう楽しくなりますね。俺も今一人だけど、楽しいぜ!みんなが目の前にいてくれっからよ。みんなでメリークリスマス言おうぜ。一人軍団手を挙げろ。イエイエイオー。というわけで3本締めで終わらせていただきます。よーおっはいはい、よいしょ。というわけでケント店長でした。明日もよろしくお願いします。クリスマス本番楽しもうぜ。